こんにちは。服部と申します。こんにちは。こんにちは。今回はですね、全農活性プロデューサーの、山岡直樹さんにお越しいただいて、いろいろ話を聞きたいと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。山岡さん、一緒にね、2回、山岡さんとは、エジプトに行かせていただいたんですけど、行きましたね。なんと4回も行ってました。4回も。そうですね。もうその後すっかり虜になったというか、はい。はい、もう本当に、やっぱ魂のふるさとみたいな感じぐらいね、もう初めに一緒に行った時もそうでしたけれども、はい、なんか自分のこう深いこう記憶が蘇ってくるような、はい、もう本当に昔ここにいたなとかね、はい、でそれ以降あの感動をなんかこう人にも伝えたくなって、はい、でその後今度はこちらで主催をしてね、はい、今度は自分たちで逆に日本の人を100人とかね、どん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 お送りするような、いやーすごいですよね。なんかそうは言ってもだから結局、まあね、毎年のような言ってる、毎年のような感じに言ってるって感じなんだと思うんですけど、そうですね、ちなみに、あれですよね、両方とも今、スフィンクスが背景にあるんですけど、そう、この、山岡さんのこの写真はどういう、これはね、スフィンクスを貸し切った時にだけ、はい、スフィンクスの中でエリアに入れるんですよ。はい、はい、はい。これちょうどスフィンクスのね、お尻のあたりから、一緒に朝日を見てるんですね。はい、あ、朝日を見てる。これは一昨年のね、夏至の日、夏至当日なんですよ。ということは、夏至の朝日。そうです。スフィンクスは夏至にこう、あれするわけですね、じゃあね。そうですね。で、正確に言うとね、スフィンクスは春分の日に朝日が向かう方向がちょうど真正面なんですけど。あ、そうなんですか。はい。夏至の日もやっぱり一番こう、陽のエネルギーが強いので、はい、その時にちょうどこのね、すぐ後ろに、服部さんの後ろにある、ピラミッドと、はい、一緒に両方貸し切って、そしてピラミッドの大野までイニシエーションをして、その後、はい、出てきて、朝日をね、スフィンクスと一緒に見るっていうので、はい、これを続けてやりましたね。へー。そうですよね。確かにね、一番太陽のね、エネルギーが。そうなんです、そうなんですよね。で、この時にやっぱりこう、その現地でエネルギーを浴びて、自分自身の中にこう、エネルギーを通してくると、この、眠ってる能力がどん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 開いていくっていうことで、はい、実際にもう何人もね、何十人、何百、百何十人とかね、もう通算で行ってますけど、やっぱりそこ行って帰ってくるとすごく皆さんね、自分の、使わなかった能力とか、今までこう、どこかが詰まってた人生がね、うん、ガラッとこう好転して、はい、なんかすごく生きるのが楽になったっていう方、すごい多いんですよね、うん。なんかね、エジプトから帰るといろいろ人生変わる方多いって言いますけど、多いですね。ねえ、なんかねえ、ねえ。ちなみにこれちょっと、変な質問なんですけど、夏至、まあ、夏至だから、やっぱりこう、暑いわけじゃないですか。はいはいはい。ピラミッドの中ってどうなんですか？暑かったんですか？ピラミッドは、あそこはなんか常時同じ温度みたいな感じですね、冬に行っても。あ、そうなんですか。ええ。さんとも何度かね、一緒にあそこ入りましたけども、はい、なんか快適ですよね。そうですよ。なんかあんまり暑いっていう記憶はなかったんで。暑くも寒くもないっていう感じで、湿気はもちろんないしね。だからね、なんか夏至って聞いたんでどうなのかなと思いながら。はい、外は暑かったですよ、さすがに。ああ、確かにね。もうね、じりじりと照りつけてくるような太陽なんですけど、ただ日本と違って湿気があんまりないんでね、はい、暑きやすいですね、夏至はね、はい。太陽の大きさが違うんじゃないですか、日本で見る太陽と。そうですよ。もう、エジプトって、私もいろいろ今、それから帰ってきて、エジプトのエネルギー伝授会とか、はい、エジプトの、いろんなね、こういうとかね、はい、あとこういう、新生ツールの、こう、はいはい、アンクとか、こういうのを使ったりして、エネルギー伝授会とかやったりしてましたけれども、はい、エジプトのエネルギーって、やっぱり、なんて言うんでしょうね、深いところに気づくのと、そこから、なんか自分の本当のこの、なんて言うんだよね、まあ、ミッションっていうかね、はい、はい。はい、それが増えてきますよね。うん、それはなんでなんですかね。その多分例えば特に日本人はエジプト行った方がいいと思ったのは、うん、日本人ってこう遺伝子的な末裔っていうのはまあムー大陸とかレムリア、はいまあ、太平洋側に、もともとはそれ古代文明でいうと、いわゆる精神性を主に、ね、はい、精神的なエネルギーとか能力をよく使ってた、文明の遺伝子的な末裔でもあるわけですね。はい、我々ね。はい。ところがエジプトっていうのは大西洋アトランティスなので、はい、近代的な、はい、なんていうんでしょうね、こう科学文明みたいな感じで、はい、
どっちかというと男性的、はい、男性的エネルギー。で、日本のレムリア、ムー、ハワイとかは、性的な精神エネルギーを、もうそれぞれ遺伝的にはね、はい、持ってるし、まあもう輪廻転生するから、はい、精神的には、まあ、あちこち行くんだけれども、はい、ただこう肉体的な体を持って、女性性のレムリア文明を受け継いでいる日本人は、はい、肉体を持ってエジプトに行くことによって、そこに残っているアトランティス系の科学文明系の男性性のエネルギー。なるほど。男性性エネルギー、女性性エネルギーがガッと合うんで。なるほど、そういうことか。そう。本来の自分に目覚めてきやすいんじゃないか。ああ。なるほど。そうか、なんか、そういう説明ってなんか僕は今初めて聞いて、あ、なんか面白いなってことで、思いました。うん、まあ、脳で言っても、右脳と左脳でね。そういうことですね。左脳と計算とか進化発展、はい、調和ね。調和融合の、はい、こう右脳とね。はい、それをうまくこう、ちゃんと、まあ、統合というよりも最近和合って言葉を使いますけどね。はい、和合するとなんかね、ほっと楽になるし、うん、あ、なんか自分ってこう、これ本来の自分のスタンスだな、あり方だな、はい。やっぱ理屈を超えたもう、面々と受け継いでるエネルギー、DNA から、はい、血がね、入れ直す、入り直すんじゃないかなと思います。はい、うん、で、その、エジプトなんですけど、はい、まあ、4回行かれてるということで、結構いろんなお写真があるっていうことで、はい、今日はそれを見せな、あの、いろいろ見せながらお話ししていただけるっていうことなんで。はい、もう、せっかくなんで、こう、ゴイチコラボさん、はい、いろいろね、お世話になってますので、いやいや、ちょっとダイジェスト版で、ちょうど今で、ね、はい、やっている、これは、今ちょっと出しますね。切り替えますね。はい。実は今ちょうどこちらのね、エネルギー、エジプトエネルギー伝授会っていうのを、この夏に、はい、今、2020年の8月にやってるんですけど、はいはい、本来は、この8月じゃなくて、この3月の春分の日前後にエジプトに行ってきて帰ってくる予定だったのが、はい、行ったのはいいけど、突如ね、ロックダウン状態になってしまったので、はい、で、春分の日直前に帰ってきて、まあ、いたんですけど、幸いにして全ての予定してた神殿を、ほぼ貸し切り状態で回れて、うん、その後ね、遠隔送信をやって、遠隔セッションってまた数百人申し込んでくれてたので、はい、でその人たち向けに伝授会を翌月の4月にやろうと思ってたんですが、はい、でによってね、コロナでことごとくリアルのセミナーができなくなったので、はい、5月、6月、7月と回って、ようやくこの8月からこの伝授会をやるようになったんです。あ、それでね、ちょっと作った資料なので、はい、まあ、せっかくなんでちょっと、ね。ありがとうございます。じゃあ、こう、貴重な、今、だってこれ真っ最中ですよね、やってる。真っ最中です。ですよね。それを見ることができ、まあ、一度見ることができちゃうんですね。ありがとうございます。なんで、せっかくなんで、ね、はい。服部さんとね、やっぱエジプトを紡いでくれた中でご縁がありますからね。これが、ね、私が4回行ってね、いろんなその時々でね、はい、いろんなところ行ったりとかね、いろんな神殿とか入ったりして、やりまして、はい、今回、今年はね、ゴーツアセンションというところで、まあ、春分をメインにね、はい、はい、それをめがけていきまして、日本を飛び出してね、黄金色の富士山が見送ってくれる中、エジプトの大地を下を見下ろすと砂漠ですよね、はい。そしてもう本当に陽の木に溢れてましたね、向こうはね。はい、こんな状態で。これどこですか、今の白いとこは。砂漠。これはね、この後に行くアブシンベル大神殿に行くときに、もう何気ない道の止めた、まあ、360度。砂漠ですから。はい、ああ、そういうことですね。ここが太陽ですね。はい、ここが別に聖地でも神殿でもないんだけど、ものすごいエネルギーが強かったので、うん、もう思わずね、これ、まあ、この天の木を、ね、取り入れるトーラスワークっていうんですけどね、はい、思わずやりたくなったんでやってしまったんですけど、ね。そして例のね、はい、2世、歴代最強ファラオ、ラブシンベル大神殿ですね。はい、ここはもう愛と繁栄の願望実現エネルギーに溢れてまして、今回はね、こちらの湖に行ったんですよ。はい。ここで船をね、出して、そこから入っていったりもしてね。へー。壮大な大きさでね、中でね。あ、これ湖でしたっけ？前は。あそこは、あ、そっか、あそこは。湖。ああ。うん。そうですね。ちょうどね、前に服部さんたちと行った時ね、太陽祭でね。はい。光が差し込んでくる時でしたけどね。今回はね、もうその夕暮れに行ってみたんですね。夕暮れから夜にかかるところで、ね。あ、こういうショーをやってるんですか、これ。ライトアップしてるんですよ。ライトアップしてる。ああ、これそんなすごい。うん。これもショー、ライトアップのショーですか。そうです、そうです。これなんかもね、ここに出てきて上の方に星が一個ここにあるでしょ。あ、本当だ。でね、そしたらもう一つここにね、横に動く光が現れたんですよ。これなんだろうっていう。
これがしかも横にこう動いたりして、はいはい、3分ぐらいでここで消えるのね。へぇー。UFO じゃないかなと思いながら、ね、宇宙が歓迎してくれたって感じでね。これね、ラムセス2世。で、翌朝のね、はい、朝日ってなんだか朝日なんだけど、すごくこう幻想的で、まるで夕日のような朝日なんだよね。でどん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 上がってきて、光が強くなってね。うん、その後はね、移動していく世界最強ヒーリングのね、イシス女神が、はい、ヴィラン神殿に行きました。はい、ここも貸し切りで、早朝から貸し切ってね、ここは本当美しいですよね。そして癒しのね、神様だから世界最強してね、はい。で、ここにいるだけでも涙がボロボロ出るようなね、はい、そんな感じで、そこで朝日見ながら、はい、でこのまたね、ここも神殿の前ど真ん中に朝日上がってきますんで、そうなんだ、ここに上がってくるんですね。うん、これあの、例のナイル川に面しているところ、ね。はい、はい。朝日がね、優しい、とにかくね。で、やっぱりここでもね、エネルギーインストールっていう形でね、やりましたしね。こんな感じでね。はい。チャージをして。でその後、例のホルス神殿、あのパワフルだね、はい。はい。ここに行くとみんなね、ものすごいエネルギーあたりするじゃないですかね。はい、はい、はい、はい。私も初めて行った時はね、ものすごいこう、圧迫感というか、なんか気持ち悪くなるよね。はい。それが終わった後、数時間するとものすごい根底からスッキリするようなね、はい、そんなやつですよね。もう思わずこう、駆け回りたくなるよね、躍動に、ね。うん。ドーンと巨大ですよね、ここもね。ホルスだと。はやぶさですね。はやぶさですね。はい。はやぶさのエネルギーですよね。はい。ね、壁一面の壁面がすごかったですけどね。うん、そうですよね。うん。やっぱりエネルギーが至るところ強くて、うん、こう神殿の輝くところの、ね、輝く情報のエネルギー、これをこんな風にやってね、うん、も今回も数百人遠隔参加してくれたので、その人たちに向けてエネルギーがね、まさにこれ送ってる瞬間ですけれどもね。うん、で、ナイル川渡ってね。はい、これは夕日朝日。夕日。そうです。まあ、ここからが怒涛の勢いでね、あんまりまだ1週間以上予定残ってたのは3日で全ての遺跡を回ったんですけどね。要するにロックダウンになってしまう直前だったからということで、慌ててってことですよね。うん、今回の、今年のことですね、だからね。そうです、今年ですね。はい。まあ、まあ、カルナック神殿ね。はい。これ昼間行くとこんなにね、ものすごいパワーでね、強いエネルギー、はい、これ4年前に服部さんと一緒にいた時に撮ったものですね。ああ。今回はね、急遽朝一番行くようになったら夜明け前に行くんですよね。はい、へぇー。火が出てますけどもね。あ、本当だ。ね、世界最大のカルナック神殿。はい。ね、太陽神アメンラーマツってありますけど、まあ、相変わらずオビリスとか、ね、オビリスクもそうだし、この柱がね、そうですね。最大級でね、はい、20メートルぐらいはね、軽くあるような柱が。でっかいよ。どうやって積み上げたのかなと思いますけどね。ね、しかもこれ100本近くありますからね。はあ、今回ね、カルナックが事実上貸し切り状態になったんですよ。はあ、あの巨大なところがね。そう、ラッキーですね。一説によると、ピラミッド貸し切りよりもカルナック神殿貸し切る方が難しいって言われてる。あ、そうなんですか。うん。それがもう計らずとも、まあ逆にコロナ騒動の限りみんないなくなっちゃった、お客さん。ああ。大きく我々しかいなかった、この時。朝日が昇ってくるのを見てね。うん。そして、その朝日が昇るのを見ながら後にして。そしてね、アメンラーの奥さんであるムート女神が祀ってる、ルクソク神殿ね。これは本当夜行くとね、幻想的なエネルギーで良かったですよね、これね。ここを回りながら。これ中庭のね。はい。ハートのチャクラに対応するあたりですよね。うん。で、これはその奥のね、姿勢所の近くのところにもう上にいっぱいオーブが映ってます。そうですね。オーブ飛んでますね、これね。これは2017年のゴッツオブエジプトの時ですよね。うん。この時ね、オーブが映らない人も、オーブを知らなかった人もなぜか白い光が映るんですけどって言い始めてね。ああ、なんかそういうのありましたからね、確かね。で、入る頃にはもうオーブ映りの明治に、はいはい。あれ面白いですね。映らない人がいるから。僕は映らなかったんですけど、残念ながら。映らない人は全然映らない。どんなとこ同じタイミングですけどね。やっぱそれその時のエネルギー波長で影響し合うのでね。で、今回はね、朝行きましたね。はい、すごく朝も良かったですよ、爽快な感じでね。すごい女性性のね、深い心が癒やしいですよね。で、デンデラ神殿ね。はい。工場と音楽ですね、宇宙神殿。ここも本当にね、いつ行っても、このハトホルがね、ハトホルですね、もう優しくね、迎えて、一緒になんか周波数が上がるんで、うん、自由的なこう意識とかインスピレーションが湧くようになるんですよね、はい。天井までも綺麗だしね、ここ綺麗ですよね、これ壁画が。
一番綺麗ですよね、美しい。そうですね。このね、神殿がね、本当に、はい、ちょっと地球のものじゃないエネルギーがね、これ5000年、数千年前のね、ラピスラズリはそのまんま青色残ってますしね。そうですね。クリオパトラね。はい。ここは光が曲がるんでね、グニングニャンね。アップするとこのようにグッと、曲がり始めてね。なるほど。さらにここの太陽、そのまま撮ったのをアップするだけでも、もう、ちょっとね、この世のものじゃないようなね、太陽のエネルギーだった、ね。これ神殿の中から撮ってるんですか？そうです、そうです。神殿の中から撮ってて、そこをちょっとアップしたんですよね。はい。そういう感じですよね、なんかすごい感じですね、今ね。すごいでしょ、うん、うん。この光を使ってこう、浄化のワークとか消化のワークとか、癒しとかヒーリングやるとね、すごいこの光のエネルギーを使ってやるから深いところまで入るので、なるほど。今まで絶対変えられなかった潜在意識のプログラムとかネガティブなエネルギーがもう一掃されますね、わずかに、ね。こういうワークをよく電磁界やってるんですけどね。エリアが欲しいですね。はい。ここももうよく来ましたね。ここの壁画は本当カラフルですよね。ああ、そうですね。うん、アンク、このアンクメはい。アンクを使ってね。はい。指を、ね、ファラオに注入中ですけどね。これイシスがね。はい。ヒーリングしてますよね、背中からね。手からね、この光を脱ぎ出してね、はい。この中も綺麗ですよね、本当にね。落ち着いた感じ。これは有名なオークですけどね。はい。なぜかね、この何千年も前の壁画に、ヘリコプターとかね、戦車、うん、宇宙船みたいなものが。ね、有名な、ね。はい。ここもね、4回見ましたね、これ。子供の頃ね、世界七不思議とかっていう本で、ここの写真がアップになって、うん、興奮してた。はい、まさか自分が大人になって4回もここに来ると思ってた、ね。まあ結構上の方にあるから、なんか。そうですね。ね。気づかないときは気づかない。気づかなかったね。言われないと。で、いよいよクライマックス。はい。で、今年もね、予定は本来は春分の日当日借りる予定が結局その日はもうロックダウンの後だったから。はい。でもギリギリね、その2日前にね、貸し切れたんですよ。本当にラッキーで、サラハさんが、ね。これ今、これ夜ですかこれは。これ朝の3時。朝の3時だから、これまだ星が出てる感じ。そうなんですよ。星が映ってるんですよ。うん。5時から5時でね。ああ、これまだ神秘的ですね、なんか。いいでしょう。すっごい良かったですよ。うん、でこのね、洞窟口から入っていくじゃないですかね。はい。で中は本来はね、写真は禁止ですけど、これはネットにね、これがあって、はい、アップしたけど、このね、大回廊を登っていってね、大沼のこの棺ですよね。ここでまた例のね、言っちゃいけない言いをやりましたけれどもね。宇宙が見えましたね。もうみんなここは面白いね。みんな宇宙を感じるってね。光が見えるって感じでね。それでね、最後、シェアキアスフィンクスになりましたけど。これもだから、まだね、朝5時です。出てきたばっかりなんでね。出てきてね、移動して。ああ、やっぱりね、スフィンクスは優しいエネルギーですよね、すごくね。星々がまだ見えてるんですよね。うん、この後ね、いよいよ春分の、はい、朝日はね、スフィンクスの、このドンピシャでスフィンクスが向いてますんで。いい感じ。ああ、なるほどね。もう思わず感謝って感じですよね。はい、まあこんな感じでしょうかね。まあ、これちょうど今やってるエジプト現地会で伝えながらね。まあこれズームでもできるんでね。はい、まあもしね、参加したい方はズームでは間に合いますんでね。はい。エネルギーをこう受け取って、自分のこう癒しとか目覚めとか能力開発とか、で自分自身がこう遠隔技術が使えるようになったりとかですね。はい。いろいろそういう、なんか人のこう、眠っている潜在能力を引き出していく。うんうん、そういうもうエネルギーがエジプトには満ち溢れてますよね。うん。まあ、ね、いろいろアクシデントあったかもわかりませんけど。ね、でも逆に、逆を考えれば、ゆっくり、まあ、ゆっくりは見れない、ね、ちょっと時間は焦ったかもわかりませんけど、人のな、ね、ほぼ貸し切り状態だったっていうことがあった。貸し切り状態で、もうすべての、予定してた神殿を回って、もちろん参加者がもちろんなんですけれども、そこから遠隔送信って日本でお待ちになってる何百人の方にね、エネルギーをお送りして、で皆さんがやっぱり、結構、ああ、なんとかビリビリ来ましたとかね、すごい体がこう、熱くなるとか、軽くなるとか、あるいは体感では全然わかんないんだけども、こう、必ず遠隔って何でもいいからちょうだいっていう人にあんまり届かなくて、うん、まあ、自分はこういうことをやろうとしてて、
そのために高次元のエネルギーをチャージしてほしいとかね、っていう目的を持ってると、今自分がこれをこう進めたいって決めてる人だったら、それがぐっと進み始めるんですね。うん。思いまあ、そういう、事前に指導するんですか？こういうふうに思う。まあ、こう、なんか、ちゃんと具体的な、そうそう。リクエストって言うんですよ。うん。リクエストを送信するって感じ。うん。エントリーして何でもいいからそこの神様にエネルギーくださいっていうのではなくて、うん。このエネルギーをあなたは今の日常の中のどこにどんな風になっていくに使いたいですか、はい、あるいはどうこう、どう状況が良くなっていくのをイメージしますかって、はい、その、思ったことを書いて送ってくださいって、それを送ってもらうメッセージとお名前と住所も全部書いてありますけど、それをダーッとこのプリントアウトして持っていくんですよ。へー。現地に行って、まず当然一人一人バーッと一緒に見てね。ね、そして、それインプットして、そこからエネルギーを一斉に放射って感じね。受ける人っていうのは、もうリアルタイム、その時間ちょうど、日本は寝てますとかね、仕事は真っ最中ですってあるけど、結局関係なくて、時空を超えるっていうことは、距離だけじゃなくて、時も超えるんで、受け手側が、じゃあ今から、今回の、ゴッツアセンションエジプトの、エジプトゴッツアセンションエネルギーを受け取るって決めたら、ドワーッとダウンロードが始まるんですよ。そういうのね、まあそういうやり方なんかも初めにこう軽くレクチャーでお伝えして、はい、動画とか音声で聞いてもらうんですね。それやったら、入りが早いんですよ。なるほど、なるほど。わ、うん、かりました。うん、まあでもどうですか、まあ4回行って、まあいろいろさっきね、ちょっとこの録画する前には、まあ、録画する前録画した後かなこれも、この話とかね、まあ行った時々によって、うん、そうそうそう感じる神殿が違うって言ったんですけども。ね、面白いんですよね。うん、確かにまあ好みの神殿ってもあるし、うん、私もハトフル神殿とか大好きだったりするんですけれども、なんか今回は例えばすごくイシス神殿のエネルギーがスーッと入ってきて、うん、もうそこをいるだけでもう本当に時間を忘れるぐらい深く癒された感じになったりとか、で今回の時またカルナック神殿に行った時に、まあ、結果的にその貸し切りになったので、その状態でしかも朝日を見たときっていうのは、なんていうんだろうね、表面的なパワーじゃなくて深いところからなんかこう、揺すわぶってそこから目覚めてくるようなそんなエネルギーとか、うん、あといろんな神殿のもうそのエネルギー周波数も違うね、自分とすごく共振共鳴しやすいところもあるんだけども、さすが4回ぐらい行ってくると、毎回その時の自分のテーマによって共振しやすい神殿がまだ違うんだなって感じですよね。うんうん、だからさっきばーっとね、お見せしましたけれども、ある時には、あ、この神殿がいいと思う方もいたかもわかんないけれども、うん、それは行かなくてもね、画像を見るだけでも。うん、でもある時には、なんかそれじゃなくて、今回は何か無償にこの神殿のエネルギーをすごく入ってくるっていう時には、うん、今のその人にとってはその、神殿にある、まあいわゆる神々って言われている高周波エネルギー体の、うん、エネルギーが今ちょうど自分に必要としているとかね、うん、そういうサインじゃないかなと思いましたね。うん、人によって違うし、まあ、タイミング、時期とタイミングによってまた変わってくるし。そう。そう、うん。で、またそのご本人さんの状態によっても変わってくるってことですね。はい、私も正直、初めの一寸神殿を初めに行った時なんては、あんまり何も感じなかったですね。ああ、はい。あ、これが一寸か、っていうのがある感じで、はい。ところが今回はもうふわーっと入ってきたし、うん、ホルス神殿なんかね、さっきちょっと言ったけど、初めて行った時にはドーンとエネルギーあった。はい。はい。原因不明の吐き気とか、その後、はい、3時間ぐらいですけど、原因不明の高熱なんですよ。バーッ、はい、でも翌朝になるとケロッと冷めてくるとかね。うん、で今回はすごく落ち着いて、ね、ホルス神殿行きましたけれどもね。うん、どう、別に大丈夫でしたか？大丈夫でした。もうその時には何だか、うん、それは確か、そう、ゴッツオブエジプトの時だからもう3年前でしたけど、うん、はい、なんかわざわざここまで来てインフルエンザにも、その頃コロナないですけれどもね、ここまでかかっちゃったのかなと思ったぐらい、もう、体感でやっぱり駆動近くの熱が出たような感じなんですね。でもブルブル。4年前の時ですね。3年前、そう。あ、3年前か。そうです、そうです。はい。でも、その数時間後です。翌朝もぐらいになったらなんかびっくりするぐらいスッキリして。うん。なんかその後すごい流れが良くなるのを感じるんですよね。だからああいうのを味わえるのもエジプトならではだし、それがまたはっきりしてますね。強さの違いがね。なるほど。うん、なんとなくおっしゃる意味わかります。そう。神殿ごとに全くこう、女性性の癒しっていうのと、男性性の戦う、勝つ、勝利っていうエネルギーと、
全く違うのがドーン、ドーンとはっきりしてるから。不思議ですね。うん。場のエネルギーがある。そうです。うん。で、それをこう順番に浴びていって、最後はクライマックスがやっぱりピラミッドですよね。ピラミッド。うん、だから、大の間が、共振共鳴装置そのものだから、うん、あそこでやっぱり人は宇宙とつながったり、まあ当時はファラオたちがね、うん、あるいは地球の中心とつながって、こう宇宙と地球と両方の中心につなげれるから、本来のこう、魂としての自分にポンと戻れるんで、まさしく人間の能力開発で言うと消化体のスイッチのエネルギーですよね、あそこ行くとね。消化体のスイッチのエネルギーがピタッとこう、揃うので、あそこに行くことによって、まあ、いろんなイニシエーションとかもありますけれども、うん、自分の中の男性性、女性性を統合するイニシエーション。まあ、簡単に言うと女性、それですよね、陰陽の、ね、エネルギー統合することによって、崩れてたバランスがまっすぐになるので、はい、まっすぐっていうのはプラマイゼロじゃなくて、無限の空が発生するから、はい、でそこの時にそのエネルギーと消化体が共振共鳴するので、あとは自由自在に宇宙のいろんな情報をキャッチしたりとか、あるいはそれをこの今自分がいる地球に向けていろんな形でこう、ダウンロードしてインストールして使えるようになるっていうね。なんか、まあ、さすがに何回も行くとはっきり分かってきますよね。なるほど。だから夢が、本当の夢が叶えやすくなるし、うん、本当の魂の目的じゃない生き方をしている人は、いい意味で全てがガラッと変わりますね。エジプトから帰ってくる、ね。人間関係とかね、仕事面とかね。うん、でもその後は必ず本来の自分 の, ミッションっていうかね、魂の、何のために今回地球に生まれてきたかっていう、ものに沿っていくようになるっていうね、それを後押ししてくれるエネルギーですよね、うん、エジプトはね。不思議ですね、なんか、そういう方が結構多いって聞きますし、なんかね、うん、実際に変わってね、ええー、とかっていう人もなんかいらっしゃるんで。いるいる。うん、またそういう体験した人がね、口づてにこう伝えてくるし、そうですね。まあ本当、もったいないのは観光客と一緒でね、とりあえずピラミッドから入るとかやるともったいないですよね。うん、逆にそうですね。もったいないですよね。あそこはもうやっぱりクライマックスだし、うん、いろんな神殿の、神殿回る順番もすごく大事じゃないですかね。うんうん、やっぱり順番にね、一つ一つこのエネルギーが解放されて、この解放が終わるとこっちが解放とかってね。そういう意味で、うん、そうでしたよね、うん。そういう意味でいくとよくほら、一生に一度は見てみたいピラミッドっていうのがありますけども、やっぱりその観光で紛れていくよりは、やっぱりこう目的を持った、うん、旅ツアーに参加して、ね、その自分の魂をね、その、のためにも、せっかくああいう素晴らしい神殿があるから、そう、ね、なんかこう、目的のあるツアーに参加していった方がいいですよね、せっかく。と、いや、もうせっかくなら、もうね、遠いし。一生に一回ねってみんな、はい、まあ、一生に一回って言いながら何回ももう来る人いますけど。そうですね。私もそうでしたよね。やっぱり、その、そういう場に行くときの環境とかね、はい、すごく大きいし、その他大勢でワイワイでガヤガヤガヤって、ああ、これがスフィンクスかとかやってるのはもったいないですね。やっぱりその、うん、同じ目的を持った人たちだけで貸し切って、じっくりと静かにそこに残っているエネルギーとこう、浸らしてくる。はい。できれば、次から次から回るんじゃなくて、まあよくね、サラハさんも言ってたけれどもね、一つの神殿行ったら、本当は、もうその後は早朝に行った後はもう、戻ってきて、じわーっとその日は、その日は一日その神殿のエネルギーだけに浸って移動して、また次の神殿に翌日行くっていうのは、まああれがいいっていうのはよくわかりますよね。うん。まあできればね、またそういうじっくり回るエジプトをやりたいですけどね。やるそうですか。また落ち着いたらコロナが。ねえ、またやっちゃいそうな気がしますけどね。ちょっとね、今はなかなかね、行けるような感じじゃないんですけども。うん、今回は本当に行けたのが奇跡でしたよね。うん、でもほんの10日遅れたらもう出国、入国できなかったし、はい、ここじゃない、3日ですよね。はい、なんかその後のツアーも、わずかスタートを1週間遅らせてたらもう完全に行けませんよね、1週間で。そうですね。まあ、本当はね、今年5月僕もイスラエル行ってる予定だったんですけど、中止になりましたんで。ああね、そうですよね。うん、もう全世界的にね、今はその、なんていうかな。こう目に見える外の世界で歩き回るんじゃなくて、自分の内側を探求するときには、いい意味で強制的になってますよね。あ、まあ、そうですね。そういう、こう、そうですよね。内側を探求するっていう。そうなんですね。確かにおっしゃる通りだと思います。そう、外に合わせる、外に意識を向ける生き方じゃなくて、
内側に意識を向けるっていう、この期間を全員一斉に、この世界、地球上の何十億人が今一斉にやってる時ですよね。うん、これは大きいですよ。だから本当の変化っていうのはこの2021年、来年から変わってくると思うしね。やっぱり、ね、大きな地球が一つあって、そこにたくさんの人がいて、その中の一人が自分じゃなくて、自分っていうこう、宇宙の視点が一つあって、そこに展開している自分の地球、自分が見ているパラレルワールドっていう形になるのが、これがなんか SF 映画じゃなくてね、本当に一人一人がそれを実感して、それが本来のやっぱり宇宙の仕組みっていうね、宇宙には自分という視点があって、そこにそれぞれの共同創造でいろんな視点があるっていうのが、自分以外の人たちっていうね、その見方へ変わってくるでしょうね。うん、その見方に沿った、まあ、アセンションというか、アウェイク、我々はアウェイク、うん、アウェイカーって呼んでるけど、アウェイク的な生き方にこう変えていく人と、いや、やっぱそんなことは、そんなものはとんでもない話で、ここに物があって、お金があって、なんとかがあって、とかいう、旧態依然とした生き方の方にまだ行こうとするようにっていう、うん。まあ僕あんまりこう二極化っていう言葉は好きじゃないんだけれども、まあ結果的になんかなってるような気はしますよね。うん、まあ、本来大統合、大調和っていうのがいいかなと思うけど、みんなやっぱりね、目覚めたい人だけじゃなくて、いや、まだまだ眠りたいっていう人もたくさんいるし。うん、それもそれで多様性かなと思いますよね。まあでも、ね、全世界中で同じ現象が起きちゃってるわけだから、本当になんか地球レベルでやっぱり起こってることなんで、うん、やっぱり来年何かね、いろんな意味で、それは、まあ、山田さんは個人、私のっていうところからもあったんですけど、まあ別の視点変えて、地球っていうさっき言われてみれば、全世界的なロックダウンしてるから、ロックダウンっていうかね、鎖国状態になってますからね、今ね。うん。だから、いやごうでも自分を見るしかない。そうですね。うん。いや、今日は、なんか、いろいろと、そうですね。いろんな写真見せていただいてありがとうございます。いや、なんか久々に服部さんともね、こうやってお話できて楽しかったです。ああ、いえいえ、こちらこそ。お元気そうで何よりで。ええ。はい。またぜひ何か、機会がありましたら。ぜひぜひ、なんかまたやりたいですね、はい。よろしくお願いします。はい、こちらこそ。今日はありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。